にちは、こんばんは、おはようございます。クッチングの部屋へようこそ。今日は2本撮りなんだけどさ、一つ前の動画でさ、もうなんかさ、長く語りすぎちゃって、もう喉が疲れてきたんですけども、もう一個話したいことがあって、それはね、人って設定次第でいくらでも変われるって思うのね。なんかあなたあんまり幸せじゃないの、あなたが自分でそういう設定にしてるからじゃないって思うことがあるんだよ。で、自分で自分のこと痛い子設定にしてるから痛い子で、周りの人から痛い子って言われるんじゃんとか、なんか結構ね、設定って大事で、自分がどういう人だっていう設定をね、もうなんだろう、40代とか50代になっちゃうと、勝手に自分でそういう設定を作ってしまって、その設定の中で生きるから、周りの人もその設定の体で突っ込んできたりするんだよね。でもね、設定っていくらでも変えられるし、設定を変えれば人生変わるんだよ。例えばの話していきます。この話は YouTube で何度か言ったかな、言ってないかもしれないレベルで、どの動画で言ったかも分かんないし、もうほぼほぼ福祉に毎日1本上げてて、3年以上 YouTube の毎日上げてる、もう YouTube は10年以上やってるんだけど、こういうことがありました。福祉犬は今レーシックの手術を受けたんですけども、レーシックの手術を受ける前っていうのは視力が 0.1 とかで、メガネかけても 0.7 とかで、メガネかけないとテレビの字幕も読めないし、全然もうぼやけちゃって何にも見えないって状態だったんだけど、もう人生の中で何度もあるんだけど、自分がメガネかけてないって気づくまで見えてんだよ。みんなさ、メガネかけて、メガネが必要な人ってさ、そういう経験ない？ない？絶対あるよね。テレビを見てて、あれ？メガネかけてんの忘れたと思ったら、テレビの字幕が読めなくなったりとか、一番面白い経験としては、大学時代に、メガネの時もあれば、コンタクトの時もあったのね。だからメガネいつもかけてるってわけじゃなくて、コンタクトとの時もあったしっていう時に、アルバイトに行ったんですよ。アルバイトに行って、しばらくアルバイトをしていて、普通にレジ打ちもしていて、昔はポスレジじゃなくてレジ打ちだったのね。値段見て、レジに値段打って。っていうのをやってる途中で、あ、今日コンタクトなのって言われたのね。え？コンタクトしてないよ。あ、メガネ忘れちゃったと思ったら、時点でもう、これも字も見えないし、レジの文字も読めないし、ってごめんなさい。今日メガネ忘れちゃったんで、レジ打ってないです、ってなった時があって、それまで普通にやってたじゃん、みたいなね。人間の脳ってすごいんだよ。でも、このメガネネタはね、しょっちゅうあります。家の中で普通にレーシックの手術受ける前に、テレビの字幕を見てたんだけど、メガネかけてないと思った瞬間に、もう霞んで見えなくなったとかっていう。ね。だから、視力って、本当の視力ってどこにあるんだろうって思うよね。で、同じような脳の能力のお話をするとね、これはね、なんかで言った、授業中に生徒さんに言ったのかな？ YouTube では言ってないのかな？Amazon で映画見てた。映画見てたのね。15分くらい経ってから、あれ？字幕ないじゃんと思ったの。あれ？字幕ないじゃんと思った。で、しかも英語の映画だったんだけど、その瞬間に何言ってるか分かんなくなったのね。
だから、どう表現したらいいんだろう。だから、字幕、私は、英語で英語を聞きながら、字幕を読んで、耳でちょっと理解しながら字幕で補足するっていう映画の見方をするんです。でもその時、15分くらいずっと、字幕なしで、英語だけで、映画を見て、その内容全部分かってたんだけど、あれ?字幕出てないじゃんって思った瞬間に、全部聞き取れないから分かんないになっちゃったのね。だから、それも脳の設定だよね。脳の設定。だから、自分は分かってるんだ。自分は理解してるんだって思うと、映画とか字幕なしでも分かるんだけど、自分英語苦手だから分かんない。だから福知犬の場合は英語苦手じゃないけど、まあネイティブには分からないから字幕ないと全部分からないっていう体なんだけども、やっぱりでも字幕ないと全部分からないんですよ。でもその英語って結局自分の設定通りの英語力なんじゃないのって思うんだよね。例えばさ、最終学歴が大学の人っていうのはさ、もう中高大ってさ、英語勉強してるわけじゃん。中学3年間、高校3年間。で、大学4年のうち英語を勉強するの2年くらいかな。だからさ、ほぼほぼネイティブには喋れないけど、日常会話くらいだったらできるはずなんだよ、誰だって。でも、大学出てても、私英語苦手だから喋れないって体の人は本当に喋れないじゃん。本当に喋れないじゃん。でもそんなに英語苦手じゃなくて、相手がネイティブじゃない人と喋ってるっていう体で喋ってくれれば普通に英会話できますよって、普通にその口なんだけどはでできるじゃん。でもさ、その時思ったんだけど、英語とかも、実はもう日本人って、例えばさ、英語の映画をスローにして全部字幕が英語だったりすると、たまにわかんない単語があっても、理解できるくらいの英語力は、普通に大学までできれば皆さんあるんだよね。あるんだよね。だから、それにさ、最近さ、スカパーオンデマンドっていうのも、見れるようになって、アマゾンだと2倍速で見れないんだけど、スカパーオンデマンドって音声2倍速にしても、すごい綺麗に音声が見れるのね。で、それで海外ドラマの英語の海外ドラマを2倍速で見てんですよ、最近。そうすると、2倍速で英語の海外ドラマを見た後に、Amazon で英語の海外ドラマ見ると、結構ヒアリングがちゃんとできてたりするのね。うん。で、結局何が言いたいかっていうのは、人間の脳って、自分で、限界を決めてるから、そこの限界なんじゃないの?例えば、火事場のクソ力って言ってさ、有事の時には、絶対持てないようなものでも簡単に持ち上げられるって言うじゃないですか。同じように、いろいろなことに対して脳が制限をかけている。その制限は、何十年か生きているうちに自分でつけた制限じゃないんですか?制限じゃないんですか?逆に言えば、もっと自分には能力がある、自分には才能がある、自分はやっていけるっていう風に設定を変えさえすれば、もっとみんなすごいことできるようになるんじゃないの?
言ってる意味わかるかな、言ってる意味わかるかな。だから結局設定、自分の能力って自分で決めた設定なんじゃないのっていうこと。だから視力にしても、視力にしても、脳の能力の英語の理解力、例えばさ、もう本当あの気分次第だなって思うんですよ、視力って。口にすごい老眼なんだけど、すごい老眼なんだ。今レーシックを手術をして、あの近眼ではないんだけど老眼なのね。すっごいでも気分次第、あの近くのちっちゃい水が見えるときは見えるし、見えないときは見えないし、気分次第なんですよ、ほんと。あのね、なんと気合次第じゃなくて気分次第なのね、視力って。ほんと気分次第で、だから同じように全てのことに関しても、ね、人のことを見て思ったりするのよ。あなた、この子、あの生徒さんとかさ、クライアントさん見てもさ、自分でそういう設定にするからそういう3次元がやってくるんだよと思う子がいるんだけど、だからその設定変えてごらんって言うんだけど、やっぱりね、あのその設定変えるってどういうことか分かんないっていう感じなんだよね。でもやっぱりなんだろう、クチンヌの誘導瞑想シリーズとかたくさんあるから、たくさんあって、その中で意識の制限、意識の制限でね、意識の制限、意識の制限と自分の限界とか、自分はこういう人だっていう限界を自分で決めちゃってる場合があるんだけど、その制限が外れれば人っていくらでもまだまだ成長できるし、いろいろできるよ。あ、でもこれは絶対にやらないでくださいね。あの、これは絶対にやらないでくださいね。あの、クチーニさんが動画で、なんか人間の能力って意識の制限の問題だから、飛べるって思えば飛べるんですって言って、なんか飛ぼうと、2階の屋根から飛び降りたりしないでくださいね。それは絶対にやめてくださいね。それは、あの、飛べるって思ってもダメですからね。うん。でもそれもなんだろうな、うん、まだ私はそこまで到達できてないんだけど、本当に心の底から重力の制限を解放できればなんとかなるんじゃないかなっていう気はしないでもないんですね。気はしないんではないんですよ。気はしないではないんですよ。だってあのね、スターウォーズで出てくるようなフォースプルとかフォースプッシュとか、あと精神感能とかって修行次第である程度はできるでしょうね。あとなんだろうね、あの古代マヤとかの時はピラミッドとか作る時に超能力で岩浮かせてみたいなかすかな記憶もあったりとかして、でも今はそれができないし、でもまたできるようになりたいしとか、いろいろあって、うん、まあ結局何が言いたいかっていうと、自分で自分の限界を 脳に指令出して決めちゃってる人いるけど、その限界のを取ればもっと能力上がるかもしれないよっていう感じ。あ、そうそうそう、だからチャネリングとかさ、チャネリングとかビジョンを見るとかって結構、結構そう、結構そう、結構そう、あの自分はビジョンを見えにくいんだと思ってる人はビジョン見えないし、私は瞑想してもビジョン見えないんですって人はビジョン見えないしでもそれは自分が勝手に決めた限界だし、自分あの瞑想とか見やすいですとか、自分チャネリングガンガン来ますとかっていう設定にすると、全然その能力が変わったりするんですよ、するんですよ。なので、そうそう、スピリチュアルな能力とかそういうのも、私にはそういう能力がないっていう設定にしちゃうと、その能力がないだけども、
うん、そう。だからエデヌキーワーカー養成講座とかでもさ、これはさもう3年2年くらい前に言ったんだけど、私わからないっていう体で参加しちゃうとわからないし、ああ分かって面白いっていう体で参加すると分かって面白いし、もうこれは本当ね、本当その人の脳の設定だよねみたいな。で私の言ってることを聞いて、そんなの難しいし絶対分かるはずないと思っちゃえば分かんないし、ああ面白いそういう風になってんだ、じゃあ私もやってみたいと思う人はできるしっていう、そうそうなんですよ。だから気功にしてもエネルギーワークにしてもチャネリングにしても、そのスピリチュアル能力はあなたの設定次第ね。あなたのがその設定のブロックを解除して、あの自分の可能性を自分で認めてあげれて、自分で自分の限界を決めなければ、いくらでも人はまだまだ能力伸びますよって形です。以上です。バチッとな、うー届かない、うー